こがデビルコロニー。侵食が進んでるね。ブロックで区切られているな。勝手な大人が始めた戦いを早いとこ終わらせないとな。そうだね、終わらせなきゃ始まらない。静かね。白いハッチ、やっぱりいた。デスアーミー。僕の赤い細胞みたいなのは？デビルガンダム細胞の一種だな。攻撃で破れるはずだ。小隊長、切り開いてガンダムファイターを探しましょう。でこ、シャーキー、どこにいる？すごい放熱板。このガンダムは？ユミン小隊長か、久しぶりだな。キリマンジャロ基地以来か。アムロ隊？グンダムファイターになってたなんて。ユノレイさん、ブレイクインしてるだけだよ。あ、そうか。隊、アクシズまでご案内します。ここは切り抜けましょう。わかった。無人機全滅を確認。キリマンジャロ以来だが腕は落ちていないな、小隊長。ガンダムファイター、この装置は核兵器のスイッチ。ミッション全体に大規模な。危ない、逃げてください。なんか丸っこいヒゲが生えたガンダム。どこのガンダムファイター？ターン A ガンダム。全ての歴史の果て、西暦の時代に掘り出された異物か。あれもガンダムだが、ブレードアンテナの位置が。そのガンダムにはおヒゲがないんですね。逆にヒゲのあるガンダムを見るのは初めてさ。君は何者だ？あの、ロランシェークです。タイさん、ターン A は。この隔壁のロックは別の場所にあるようだな。どこかにスイッチを見つけないとね。小隊長、探索してみましょう。ザコロ！僕の未来もまた一つの可能性なんです。行ってしまったか。気持ちのいい少年だったな。戦う。また隔壁のスイッチだ。どこかの隔壁が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。お見事です。でやー！探さないと。回り込む必要があるかもしれん。くらえ！すごい。Take!
セッションはな。ブルーアーマーガンダム、まさか一年戦争時のタイプか。サンダーボルト宙域のディオ・フルミング少尉、俺が見入られたんですか。戦場で輝くモビルスーツって魔物に。あんた、また隔壁が開くね。これで最後だといいのだがな。反応あり、奥の隔壁が開いたんじゃない。そろそろ中枢に行きたいとこだね。やるじゃん。ショックの時に私たちロンドベル隊で救出したのよ。確かに先ほど助けてはもらったんだ。そんなことよりもっと重要なことがあるはず。バナージリンス。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。だが僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました。行きましょう、アムロ隊員。初めてサイコフレームを実装したガンダム、そしてフルサイコフレームの後継機。何が起こるかわからない。ぜい。あなたのためならどこまでも。ここから先は倒産と言っておこうか、バナージ君。フロンタル大佐、どうしてこんなところに。それっきり、ネオジオンの残党軍だよ。残党？シャーノか。赤い彗星のことでも考えておられたのか。来るか、アムロ。シャー、やっちな。誰だ。私をシャーと呼びたいのなら、可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。大佐にどう申し開きすればいい。袖付きの親衛隊機ブレイクアウト成功。ゆがんだのは伊達じゃない。逃がった。無駄だぞ。止めるよ。飛ばしすぎた。甘い。人の思いが光になって地球を包むようにだ。何？何の話だ、プロンタル。だが、それほどの可能性が示された。人は変わらなかった。第二次ネオジオン戦争のこと？誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。フロンタル大佐、どうしてあなたはそうなんです。人は分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。そんな力だ、資格もなく他人の心に押し入るのは。バナージ、その男に何を言っても無駄だ。そうやって貴様は自分というものも持たずに。しかし今の私は空ではない。薄渡るこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。シャアーズナブル総帥、いや、シャア大君だ。その名を語るな、フロンタル。バナージ、耳を貸すな。ここで落とす。認めたくないものだ。若気の至りゆえの過ちというものは。落ちろ。ありがとう。そこだ。これはどうだ。よし、捕らえる。お前はない。まだだ、まだ終わらんよ。逃がっ。バナージ君待って。シナズブレイクアウト。シャアに限りなく近く、何一つ似ていない男か。アムラさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。タイとバナージ君はブレイクアウトされない。シタクラ、ここから脱出する方法は？ここにエネルギーを供給してジェネレーターを破壊するのが早いね。数は3つだ。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。
ビルガンダムの細胞の侵食だね。構わず破壊しちゃって。全てを破壊しなければ。よし、破壊成功。次行ってみよう。よし、このまま行けば。次、そこだ。お見事です。変える試しはなし。正義は勝つ。そして正義は我にある。ギャン、いや、ガンダムだ。おう、飛行は砲術師ニュー。すまず、力を貸してくれ。砲術師、何を言っているんだ。その声、ナイトアムロ。どこだ。アルガス騎士団に向かったはずの飛行がどうして。僕がナイト。待ってくれ、人違いだ。アムロ隊員が困ってる。あのガンダムは何？なんか生きてるみたい。スラドアパワールドの世界から来たラクロアの勇者な。ジーセルク、バッテリーフルチャージ。まさかリギルドセンチュリーの時代からジーがブレイクインしてくるとは。ジーだって、ガンダムではないのか。それに君は。ベルリゼナムです。ベルリでいいですよ。分かった、ベルリ。あそこに帰ること、母だって許してくれます。Gセルフ、ブレイクアウトして帰っていってよ。彼の G、 やはりあれはガンダムなのだろうな。こっそり教えて、ファームス。なんで最初驚いてたの。このジェネレーターも DG 細胞まみれね。エネルギーを吸い取ってるんだよ。剥ぎ取っちゃって。ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。分かった。かわせるか。くそ、まだ全てをぶつける。これはどうだ。そこ、どこにいたんだ。逃がさ、あてる。守りたいものを守るため、僕は戦う。ジェネレーター、これさえ壊せば。必ず帰る。何があっても君のところに。よし、今ので全部。さくら、これでデビルコロニーを止められるわよね。待って、新たなブレイク反応が出てきた。そんな、まだ敵がいる。場所はこの奥。かなり大きい反応だね。デビルガンダムに当たるものか。それとデビルガンダムそのものか。悪魔の名をつけられたガンダム、いい気持ちはしないな。やめるな。モビルアーマーか。無人機だが、嫌な感じだ。なんだ、さっき
気がない。プログラムなのか。お二人さん、その通りだよ。このモビルアーマーは無人機。敵、いや、人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する。もうこれ以上、撃つんじゃない。まさか、天使カシュマル。ウィンが効きが悪い。相手力、いや、ビームコーティングか。タイさん、あのモビルアーマーの速攻はナノラミネートアーマービームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待てバナージ、モビルアーマーの動きが。なんだ、ユニコーンを狙ってる。バナージ君、どうかした？誰のユニコーン？制御系に影響が出てるの。バナージ君、NTD システムがバナージ君の感情に怒りに反応してるんだ。人の思いを感じ取る兵器と一切の感情を排除した兵器の対決。感心してる場合じゃないでしょ。アムロ大さん、バナージ君だ。システムやパイロットへの干渉。バナージ、ユニコーンは大丈夫なのか。なんとか抑えます。心のないマシンにも。ダメだ、ユニコーン引っ張られるな。こらえろ、バナージ君。このモビルアーマー、無人機の挙動とは思えない。明確な意図を持ったシステムです。人間を殺すためだけだ。このモビルアーマー、モビルアーマー、ボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。バナージ、無理をするな。ユニコーン、お前は人の心を、楽しさを感じる心を知る人間のために作られたんだ。だからこのマシーンにはこいつにだけは負けちゃいけないんだ。これはサイコフレームが共鳴している。アムロ隊員、男と離婚だ。カバーお願いします。分かった、小隊長。メインは任せる。止まれよ小隊長。人の心と心のない機械、強いのは人でなければな。今だ。ブレイクアウト処理実行。俺は誰も殺したくない。誰にも殺させたくない。だから、そのために戦う、このユニコーンで。それでいい、バナージ。俺たちのガンダムは人殺しの道具じゃない。アムロさん、フルフロンタルは俺が。だから、あなたは。肝心な時に。ユニコーンガンダム、ブレイクアウト。分かってるさ、バナージ。奴は俺が止める。ぜい、アムロ隊員も宇宙世紀に戻ったのね。それぞれのネオジオンと戦うために、サクラ、ブレイクアウトしましょう。私たちも、私たちの戦いに臨むためにね。作成終了。いい連携でした。